タキシーは、リュック・ベッソン製作、脚本、ジェラール・ピレス監督による1998年の、フランス映画。フランスのマルセイユを舞台に、タクシー運転手と、新米刑事が強盗団を相手に奮闘する、カーアクション映画。スピード強のタクシードライバーダニエルと、ちょっと間抜けな刑事エミリアンのコンビが繰り広げる。ダニエルがノルプ406の改造車や、 街を失踪する迫力のカーアクションが見物。なお、ドライバーは、ジャンラニョッティ。失踪感は、CG エフェクトで表現され、制作費を抑えるため同じシーンが数回使われている。宅配ピザ屋に勤める、配達員のダニエルは、念願のタクシードライバーへの転向を果たした。スピード強の彼の愛車であるプジョ406は、ボタン一つで、 レーシングカーのごとき姿に変形し、どんな場所でもあっという間に客を送り届けることができる。ところが仕事を始めて間もないある日、マルセイユ警察に勤める刑事のエミリアンを乗せた際、彼が刑事とは知らずに、猛スピードで警察署まで送ったため、スピード違反の現行犯で検挙されてしまう。その頃、欧州行き内では、メルセデス・ベンツ E クラスに乗るドイツの強盗団、 メルセデスによる連続銀行強盗事件が相次いでおり、警察を悩ませていた。強盗団はついにフランスに侵入し、マルセイユ市内を標的に指定してきた。ダニエルは違反取り消しを条件に、エミリアンと共に強盗事件の捜査に協力することになった。強盗団は赤いベンツという目立つ車両に乗っているにもかかわらず、なかなか足取りをつかむことができない。 草の尾根ね捜査の末、ダニエルは、車関係の知人のつてをたどり、強盗弾が10分で乾くとされる、速乾性の特殊塗料を使って、車の色を、逐一塗り替えているとの情報を得た。ダニエルは彼らを確実に捕まえるために、ピザ屋の給油たちをも巻き込んだ、一大作戦を開始する。タキシー3プジョー406メルセデス 500E2 作目以降は、 ジェラール・クラブジックが監督している。5作目は主人公・マロ役を演じるフランク・ガスタンビドが担当。主人公が北アフリカからの移民労働者と思わしき設定となっており、これがフランスの都市で白人と共に活躍するというストーリーになっている。映画フィフス・エレメントは本作の前にリュック・ベスソン監督がアメリカで撮った SF 映画 主人公がタクシー運転手、豊富なギャグと本作につながる作風が見て取れる。本作のテーマ曲はパルプフィクションの劇中曲でもあったディック・デールヒズベルトーンズのミシルルーである。4作目となるタキシーのテーマ曲ポンプ・イットがテレビ東京系バラエティ番組出没アドマチック天国の薬丸印の新名物コーナーで毎回 使用されている。ありがとうございます。